まあ、自分も南小学校出身 で中日ドラゴンズに入りました。まあ、これからも頑張っていくので、まあ、みんなも応援よろしくお願いします。でも自分の中で、まあ、高校もあって前後祭壇っていうのがあって、意味はですね、簡単に言うと、まあ、前のこと過ぎたことと今から起こることは気にしないで今に全力で集中するみたいな感じの意味です。ピッチャーやってるんですけど、最終回まで体力を持たずに走った方がいいですか？やっぱり走るのは自分の中でとっても大事だと思ってて、途中から疲れてくるっていうのは体力がないっていうのも多いと思うから、一回走ったら最後まで投げれるようになると思います。中津選手